ボンネビルレコードは日本の競争は2007年の帝王賞2008年の柏記念を制した場名はアメリカ合衆国ユタ州のサーキット名記録から、当初は南関東公営競馬の大井競馬場に所属。2歳となった2004年10月16日の大井競馬場でデビュー戦を勝利するも、その後は2着3着を、 重ね一章止まりのまま翌二2005年の南関東三冠競争へ、羽田坂月5着、東京ダービー4着、ジャパンダートダービー3着と検討するものの勝ちきれず、その次の黒潮坂月で10ヶ月振りの2勝目を上げると、小バ相手の東京記念、勝島賞と3連勝したが、年末の東京大賞点は7着、小バとなった2006年は5戦目のサンターニタトルフィーを勝利し、 JBC クラシックは3着と、構想した。2007年は2戦目の金牌を勝利すると、中央競馬、美穂トレーニングセンターの堀井正宏9社に移籍した。移籍初戦のエープリルステークスは、初の芝コースということもあり、最下位8着に敗れたが、その後竹と騎手に乗り換わった歌詞は記念では、ブルーコンコルドの4着、ブリリアントステークス3着を経て迎えた、帝王賞では、 中央所属場ながら、大井所属時代の主戦騎手であった、的場文みを迎え単勝5番人気であったが、交渉面6番手から第3、第4コーナーでロスなく、内をつく的場の後期場で、残り100メートルで、ブルーコンコルドをかわして解消した。ダートグレード競争初勝利を挙げ急用に入った。気球後は、日本テレビ杯に出走を予定していたが、馬インフルエンザの影響で、 交流競争で亡くなったために10月28日に行われる第136回天皇賞と10月31日に行われる第7回 JBC クラシックに出走登録を行ったが JBC クラシックは登録時点で補欠場となったため天皇賞に出走した。しかしレースでは芝のスピードについてはいけず、加えて祭りだごはほと接触する不利も重なり見せ場なく、 大きく離れた、最下位16着に敗れた。続く第8回ジャパンカップダートでも見せ場なく14着に、敗れた。しかし続く、シワスステークスでは5着に、名古屋グランプリでは4着と復活の気配を見せていた。第20回歌手は記念2008年に入り、平安ステークスで6着の後、3月の大オライト、記念では、再び、的場踏みを迎えてのレースとなり、後方から追い上げて、 フリオーソの2着。続く、マーチステイクスでは12着と大敗するが、次の柏記念では、安状が、的場文みに戻り、レースでは、道中中段から交渉面から仕掛けて、人気のワイルドアンダー、ブルーコンコルドを直線で外からまとめて差し切り、2007年、帝王賞以来の J プーニー勝利を達成。その後は、帝王賞連覇を狙うが、再び、 振りオそうをかわすことができずに着に敗れる。秋初戦となった9月の日本テレビ坂月では、先行勢が刻む、前代未聞のハイラップの中を、中段から追走し、4コーナー戦闘で粘り込みを図る振りーそう、直線でかわして優勝、振りオそうへの接続を果たした。また、走破時計の1分47秒8は、船橋ダート1800メートルのレコードを21年ぶりに、 更新し、同じくダート1800メートルの日本レコードを樹立した。これで11月3日に、そのだけ馬場で行われる JBC クラシックへの優先出走権を獲得したが、兵庫県競馬組合の規定により、的場文雄を騎手が同競争に起場できないため、内田博之に乗り換わりとなり6着であった。続くジャパンカップダートでも内田博之とのコンビで臨んだが、 11着に敗れた。続く、東京大賞典では6着だった。2009年に入り、1月28日の川崎記念から始動したが、6着に終わった。その後、連覇をかけて5月5日の柏記念に出走したが4着に、敗れ、連覇はならなかった。続く6月24日の帝王賞では3着と、合奏した。休養を挟んで9月23日の、 日本テレビ坂月では最後の直線で馬場の外側から追い込んで3着に入るが続く10月12日のマイルチャンピオンシップ南部杯では見せ場がなく12着と大敗した12月6日のジャパンカップダートでは11着と2戦続けて2桁着順に終わった続く12月29日の東京大賞店ではいいところなく6着に敗れこの年は未勝利に終わった 2010年に入り、1月27日の川崎記念に出走。前年と同じく6着に終わり、28日に中央競馬の競争馬登録を29日付で抹消すると発表。大井競馬場へ再移籍した。再移籍後の初戦となった5月19日の大井記念では 58kg の金量で挑んだもののセレンを捉えきれず、2馬審査の2着に敗れた。 6月30日の帝王賞では、フリオソの3着、7月28日のサンターニタトロフィーは、カキツバタロイヤルを捉えきれず頭差の2着、9月23日の日本テレビ杯では、中段から追い上げるも5着、11月3日の JBC クラシックでは、最後片追走から追い上げるも5着、12月1日の勝島王冠では2着、十二月十九日の 東京大賞典では九着と前線は続くが、勝ちきれない競争が続いた。2011年に入り2月16日の金杯では八着、4月21日のブリリアントカップでは四着、5月25日の大井記念では六着であった。6月29日の帝王賞では四着となった。帝王賞には六年連続で出走となり、そのすべてで掲示板を確保しかつ一着から五着の、 全ての着順を得た。続くサンターニタトルフィーは3着、東京記念は4着、JBC クラシックは7着、勝島王冠は7着と勝ちきれないでいた。2012年に入り東京スプリング杯と隅田川オープンでは共に6着であった。続く柏は記念では見せ場なく8着に敗れた。5月23日の大井記念では4着となった。 12月29日の東京大賞店9着を最後に引退することになった。引退後は、大井競馬場で誘導馬になるべく調教中であったが、2013年の帝王賞で誘導馬デビューを果たしている。ありがとうございます。